はい、本日はですね、6万円以上の、おすすめのダウンジャケットトップ5をご紹介していきたいなというふうに思います。ということになってますので、まあ、今回ダウンジャケットを紹介していくんですけども、まあ、僕はあのダウンジャケットをパッて見てもらったら分かる通り、なんかコレクターのように持ってるんですよね。で、まあ、それをまあ紹介していくっていうことになってるんですけど、まあ、それは6万円以上のダウンジャケットだと、まあ、ええやつばっかりやろうということだとは思うんですけど、まあ、意外とそうでもないんですよね。まあ、例えば今回このトップ5に先に言っとくと、このバルトロライトジャケットっていうのは入ってないんですよ。で、まあ、入ってない理由としては、もちろんこれもいいダウンジャケットやと思うんですけど、結構購入される方が多い。その反面なんですけど、なんかあの売られてるのも多いんですよね。だから手放してる方も多いということで、これ見てはる方の中でも、ああ確かに俺手放したわみたいな、あのバルトロ持ってたけど、なんかあのまあまあ別になくてもいいかなと思って手放してんっていう方も結構多いと思いますので、まあ、僕もですね、まあ、あのこれ YouTube やってるから今持ってるんですけど、多分おそらく YouTube やってなかったら手放してるんかなというふうに思いまして、もちろんダウンジャケットとしてはいいんですけども、あのいい意味でも悪い意味でも特化しないと言いますか、街用でもないし、かといってめっちゃ寒いところ用でもないみたいな感じで、一番なんか中途半端なラインであるなっていうところもあったりとかしてて、まあドニはあのバルトロから入っていって、マウンテンダウン買ったり、いろんなダウンジャケット買っていって、まあ導入としては一番良かったりしてるので、もちろん今でもあの思い出のあるダウンジャケットではあるんですけど、今回まあおすすめできるんかって言われたらどうなんかなっていうところで、まあ6万以上、まあ結構高額なラインになってくると思うんですけど、高額なダウンジャケットの中でも、まあ僕個人的にはこのトップ5っていうのはめちゃくちゃおすすめなんちゃうかなっていうところで、まあ、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということになってますので、今日の流れとしてはですね、また順番に5位から5、4、3、2、1っていう順番で紹介していって、まあ、それぞれの、まあ、なんで、この順位なんかっていうところもお話ししていきながら、まあ、僕のあくまで独断と偏見になってますので、まあ、ここからですね、また新しいダウンジャケット買ったら順位をまた入れ替わってくるとは思うんですけど、まあ、現時点ではこのトップ5が6万円以上ある程度高額なダウンジャケットやったら、これを買って、まあ、あの納得できるんちゃうかなっていうところを順番でご紹介していきたいなというふうに思います。のでまずはトップ5から紹介していきたいなと思います。ではまず第5位というのがですね、こちらのカナダグースのシャトーパーカーになります。で、まあ、このダウンジャケットは僕が持ってるダウンジャケットの中でも一番値段が高くて13万円ぐらいするんですけど、まあ、これは洋服あんま好きじゃない方でもこのワッペン見たら絶対見たことある見たことあるっていうぐらい、まあ、日本でも有名やと思うんですけど、まあ、これカナダのメーカーなんですね。まあ、カナダのメーカーでカナダ国内で全部生産が行われてるっていうぐらいこだわりにこだわり抜いたダウンジャケットなんで、まあ、値段が高いっていうところは仕方はないんですけども、まあ、もちろんこの、ダウンジャケットはトップ5に入るぐらいなので、いいものはいいもので、生地とかもちゃんとこだわってあるし、ダウンの中綿とかもこだわってるっていうのはレビュー動画でもちゃんと喋ってはいてるんですけども、まあそれでもちょっと13万も高すぎひんかいなっていうところが僕個人的にはちょっと思ってるんですよね。だからもうトップ5からいきなりちょっとダメ出しちょっと入っちゃうところもあるとは思うんですけど、まああの生地とかもちゃんと撥水の加工があるので水をちゃんと弾いてくれたりとかするっていうのもあったりはするんですけど、まああくまで加工なんでいずれそれも取れちゃうということになってて、そんなに生地もあの特別目新しいものでもない、で中綿も特別すごいものでもない、でファーも、まあ、リアルファーを使ってるって言っても別にそういうメーカーも結構いっぱいあるっていうところで考えて13万円で、まあ、妥当なんかって言われると今のところちょっと高くは感じるんですよね。まあ、ただそれ以外にやったらこういうボタンとかがちゃんとパラシュートボタンって言って強度のあるボタンが使われてたりとか、ちゃんと着丈も長めに設定されて極寒地でも対応できるようになってるっていうところは、あ、ちゃんと考えられてるなっていうのは思ったりはするんですけど、全てのクオリティが全部高いんかって言われると、まあ、そんなこともないかなっていうふうに思ってるので、今回はトップ5の5位ということにはなってるんですけども、別にこのダウンジャケットが全然悪いとはなくて、もし他の日本のメーカーとかやったらもうちょっと13万円までのダウンジャケットがもしあるならなんですよ、あったとして同じようなものを違うメーカー日本メーカーが作ったらもうちょっとクオリティ上げれんちゃうかなっていうのが、まあ、個人的な意見にはなってるので、まああの偉そうなこと言ってるんですけど、やっぱり他のメーカーとかね、日本のメーカーとかやっぱ触ったりとかしたらやっぱり質とかもいいし、中の綿とかもやっぱちょっと良かったりするんですよね。でなおかつ値段もこれより安いっていうのがあったりするので、まあ、ちょっとカナダグースは出回ってる割には、まあ、クオリティはもちろん高いんですけど、13万のイコールの価値があるかって言われるともうちょっと下かなみたいな感じで、まあ、高級ダウンでは高級ダウンとしてはもう間違いないんですけど、13万まであるって言われたらちょっとないんかなっていうのは、まあ個人的な意見になってるので、これから着ていくと、いや、やっぱ13万ありましたわって言うかもしれないんですけど、まあ、これレビュー動画でも言ってますけどね、まあ、そういうところで第5位かなというふうに思いますというのが、カナダグースのシャトーパーカーになっております。では続いて第3位というのが、
こちらのノースフェイスのビレイヤパーカーというダウンジャケットになります。でこのダウンジャケットはですね、動かない時に着用するダウンジャケットっていうもうしっかりもう名目がはっきりしてるんですよね。だからちょっとこう運動する時とかはもう絶対選ばんでもいいとは思うんですけど、まあ、例えばこうちょっと真冬の駅前とかで待ち合わせしてる時とかあるじゃないですか。でめっちゃ寒くて極寒で雪降ってる時とかで、まあ、友達と駅前で待ち合わせしてる時なんかはこれ着ておけばもうボーっと立ってるだけで、まあ、体はどんどん冷えていくけどしっかり体温を逃がさないように保ってくれたりはするので、まあ、逆に言うとちょっとまあブラブラ歩く時とかはちょっと暑いんちゃうかなとかって思ったりするので、逆に何もせんへん時釣りでずーっと待ってる時なんかもこれをパッて着ておいてあげれば結構暖かかったりするんかなっていうのが、まあ、今回ビレヤパーカーで第4位ということにはなってるんですけど、値段がですねこれが6万500円、消費税って6万500円でギリギリ6万円ぐらいに乗る感じになってて、さっきのカナダグースを考えると半額ぐらいなんですよね。で半額ぐらいでしっかりこの外の生地がゴアテックスっていうアメリカの生地のメーカーを使われてたりだとか、あと中の裏生地のところがパーテックスっていう生地の、これもナイロンの生地の、あのパラシュートとかに使われるような生地の有名なメーカーなんですけど、こういうのが使われたり強度がグッてあるんですよね、普通のやつより。っていうのを考えると結構他の他社メーカーの有名ブランドの生地とかを使ってる割にはあの値段が安くなってるんちゃうかなっていうところで、まあ、コストパフォーマンスはノースフェイスの中では結構いい方じゃないかなっていうのがまあ個人的に思ってるんですよね。まあ、なので第4位ということになってはいてるんですが、まあ、ただいかんせんこのシームレスっていうところがですね、やっぱ今後どうなっていくか分からへんじゃないですか。よくシームレスのダウンジャケットっていいところで言ったらダウンが抜けへんって言ったりはするけど、まあ、逆に言うとこう劣化していくっていうのもあったりするんですよね。 2,3 年経つと剥がれていったりとか、クリーニング店によってはあの帰ってきたら剥がれちゃってるっていうこともあったりするっていうのは、まあ、口コミでもよく言われたりするので、まあ、この辺はちょっと使っていかんとは分からないんですけども、現時点では売ってる値段の割にはあの結構原価はかかってるやろうなと思わされるようなダウンジャケットっていうのがこちらビレイヤパーカーという、ノースフェイスのダウンジャケットが第4位ということになっております。では次第3位のダウンジャケットっていうのがこちらのノースフェイスのマウンテンダウンジャケットというジャケットになってます。で、まあ、これが第3位になってる大きな理由ってもう何って言われると、どんな天候でも着れるんですよ。でこれがですねゴアテックスって、さっきもゴアテックスって言ったんですけど、こっちに関してはその水を弾く程度ではなくてどんな大雨が来ても絶対濡れないんですよ。なのでいちいち天候とか考えんと、もうこれ一着あるだけで冬毎日これ着ててもどんな時に着てても全く問題ないっていうのが、まあ、このダウンジャケットの強みっていうところはあるとは思うんですけど、こんなもう完全に濡れへんくてダウンでめっちゃあったかいんやったら悪いとこないやんっていうことやと思うんですけど、やっぱ僕個人的にはですね、やっぱ首元のところっていうのがノースフェイスはですね、これまあパッて開けていくと、まあ、普通に特に何もない感じになってるんですが、ノースフェイスでよくあるのがさっきのビレイヤパーカーとかもそうなんですけど、この襟元にもしっかりダウンが突き詰められてるんですよね。それのおかげでこうマフラーとか線でも首がしっかりあったかいっていうのがあるんですけど、このマウンテンダウンジャケットに関してはそういうのがないんですよ。だから結構首元が寒いんですよね。まあ、それこそ多分5度とかぐらい の近畿圏内とかで大丈夫なんですけど、北海道とかで僕も来たんですけど、北海道とかのマイナス2度とかで着るとこうどんどん首元が風入ってくるので、気候的には全く問題ない、雪降ってても問題なかったんですけども、この首元の隙間からビュービュー風入ってくるのはちょっと寒いなっていうことで、この中のねダウンの綿がこれがあるだけでえらい違うんですけど、これがないので結構寒いんですよ。それがちょっとどうかなというところで、まあ、第3位という感じにはなってるんですが、まあ、ダウンジャケットでどんな天候でも着れるのってあんまりないじゃないですかって考えると、まあまあこれはやっぱ珍しいし、でなおかつまあ、ダウンやしっていうところでいいんじゃないかなというところで第3位ということになっております。では次第2位っていうのがですね、こちらのミズサーダウンのマウンテニアというダウンジャケットになります。まあ、こちらはですねグッとお値段上がって10万円ということになっていて、消費税で11万円するんですけども、まあ、カナダグースに続いて第2位の値段にはなってるんですが、まあ、それぐらいのクオリティというか安心感があるということになってて、全て日本の岩手県で製造されてるんですね。一着一着手作りで、まあ、手作りというか手縫いとかその職人さんが作ってはるということになってるので、そのダウンの縫製一つにしてもやっぱり海外に任せてるメーカー、やっぱ基本的にあのノースフェイスとかって東南アジアで生産してたりするので、ちょっとダウンの糸のほつれがあったりとかするんですけど、こういった日本メーカーで作られてるものってあんまりそういうのがやっぱないんですよね。でもし仮にそういうのがあったとしても、このミズサーダウンに関しては全てこの中に
保証書みたいなのが入ってるんですね。でしっかりカードとかも添付されてるので、これを持っていれば修理とかも受け付けてくれて、なおかつ日本で修理してくれるので、まあ安心っちゃ安心ですよね。どこでやってるかが分かるので。でこういった修理対応とかも行ってくれるし、機能が充実してるんですよ。でも何っていうと、この前の部分っていうのもチャックが2つあって、この内側で止めるとメッシュがあるので、ちゃんと風を中に通してくれる。ちょっと蒸れすぎて暑いなという時は、この、メッシュを見せた状態にしておくと、ちゃんと風が中に入ってきたりして、まあ換気というか通気というか、まあなんていうんですかね、その冷たい風を中に入れることができるということがあってたりだとか、ちゃんとジップも止水ジップになってるので、まあ、これも一応防水なんですよね。でこれに関しては日本のメーカーが防水の生地を使ってるっていうことになってるので、まあ、作ってる東洋レイオンっていう会社が作ってるんですけど、まあ、そういったちゃんとしたメーカーが防水の生地を使ってる、作ってる。でダウン自体はデサントが作ってるっていうことになってるので、まあ、全て日本のメーカーが携わってるっていう、まあ、結構これも安心感があるかなと思いますし、こういったベンチレーションもあるので、ちょっと暑くなってきたらこの脇元を開けてあげると、こう一番蒸れがたまる脇の熱とかも放射できると、放射というか、まあ、逃がせれるということになってるので、まあ、10万相応のちゃんと機能が搭載されてるっていうところが、まあ、これが第2位になってきた理由という感じになってるので、まあ、満足度は結構高いんじゃないかなというふうには思います。では次はですね、第1位ということなんですが、第1位というのがこちらのダイワのダウンジャケットになってます。まあ、これに関してはですね、やっぱり元々が今までは全部アウトドアメーカーとかが多かったりはしてたんですけど、これはもう釣りメーカーが作ってるダイワっていう釣りメーカーがあるんですね。僕は知らなかったんですけど、まあ、そのメーカーが満を持して去年か今年ぐらいからファッションアパレル展開しだしたんですけど、まあ、それのダウンジャケットっていうことになってるんですけど、しっかり機能が備わってるんですよ。もうダウンの量とかに関しては多分今まで紹介した中で一番量ふかふかに詰め込められてて、でなおかつ生地も、ゴアテックスインフィニウムって言っても風とかがしっかり抑えれるような生地を搭載されているので、一応ファッションラインとしては出てるんですけども、まあ、さっき言ったビレーやパーカーの時みたいな感じで、もう全く動かん時とかもじーっとこうやってても全然寒くないやろうし、なおかつファッションラインで作ってるので、まあ、ちょっと前とか開けてあげて着てあげれば、形自体は今年っぽいちょっとオーバーな感じでも作ってたりするっていうことで、機能性そしてファッション性両方とも備わってるっていうのがこのダイワのダウンジャケットになってるんですけど、まあ、これが、値段が確か8万円ぐらいということで、まあ、さっきのやっぱ水サーダウンとかカナダグースっていうところを見ると一気に値段がぐんって、下がってる割にはちゃんと、質も担保できてるっていうところで、まあ、これは僕個人的には6万以上で何ダウン買ったらいいって言われたら、まあもちろん用途にもよると思うんですよね。外とかで使いたいとか雨の時に使いたいとかによって物は変わってはくるんですけども、僕個人的には一番好きなダウンジャケットはこれになってるので、まあ、一番良かったかなと思います。まあ、それぞれはね、特徴も言っていたんで、雨の日はこれがいいと思いますよとか、あと気温の変化に対応したい方とかはベンチレーションとかがついてたりする水サーダウンがいいですよって言ったと思うんですけど、まあ、それぞれ用途があると思うので、まあ、それを見てもらったらいいとは思うんですけど、6万以上であれば僕はこの順位かなというのが、まあ、今回、ご紹介した流れかなというふうに思いますということになってますので、まあ、それぞれの詳しい動画とかそれぞれのレビュー動画っていうのは下の動画説明欄に貼ってますので、まあ、そこから見てもらえればデメリットとか特徴っていうのをお話してますし、まあ、さらにおすすめの人はこういう人がおすすめやと思いますよっていうのも話してるので、まあ、見ていただければなというふうに思いますということになってますが、本日はですね6万以上で購入できるダウンジャケットおすすめトップ5を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。